早稲田大学継続早稲田実業学校は、東京都国分寺市本町一丁目に所在する、私立小学校、中学校、高等学校。通称は、早日。小中高一貫教育を行い、早稲田大学への推薦入学制度がある。学校法人早稲田大学の継続校として、独自の推薦枠を定めている。高等部から入学した外部進学の生徒が中等部。 または、初等部から入学した内部進学の生徒と一緒に高等部第一、学年からクラスが混合される、併設混合型中高一貫校である。1901年、早稲田大学の前身である、東京専門学校が大学としての基礎を確立した頃、創立者である大隈重信の教育理念を実現し、その見学精神に基づいた中等教育を目指して、 大隈重信の部の周囲の者たちにより設立された。正式公明は、早稲田実業学校であるが、早稲田実業高校と誤解されることも多く、雑誌などの媒体においても誤記されることが珍しくない。なお現在は普通科のみで、実業教育は施していない。創設以来の伝統があった。商業科は2002年に募集停止となったが、かつては毎年の入学試験倍率は、 生徒募集枠の10倍近くあり、母期会計や商業英語など、授業のレベルも高かった上、早稲田大学への推薦基準も普通かと大きく、変わらなかったことなどで、日本で一番難しい商業かと言われていた。現在も3年文系コースの科目で、初級会計学、法と経済が、選択で学べ、部活動でも主参部や在学中の母期二級合格を目指す。 商業経済部が活動している個性と高い学力を持ち苦難に打ち勝つたくましい精神力を兼ね備えた人物を育成するために講築としてさっ花修実を校訓として産経主義を創立当初から掲げてきた。また多くの旧正中東教育学校が5年生を取る中にあって独自の6年生教育を行っていた。 大正期に入ると、スポーツ活動の充実を図り、出日合計の校風が確立されていった。その後、戦災で、校舎は廃墟となったが、関係者の尽力により復興を果たし、第二次世界大戦後に復興した。2001年に創立100周年を迎え、それまで新宿区早稲田鶴巻町にあったキャンパスを国分寺市に移転し、 中学部の故障を中等部に解消した。さらに2002年4月から中等部、高等部とも男女共学を実施、また初等部を開設。生徒は所定の要件を満たせば原則として早稲田大学に進学できるため、首都圏でも屈指の受験難易度を誇る。学校創立前後の経緯については石橋丹山の自伝的改装録である。 炭酸階層に記述がある。4月、入学式5月中等部1年、高等部1年のオリエンテーション7月8月、中等部2年の総合的な学習の時間、カナダ研修10月中等部の体育祭、高等部の体育祭、稲穂祭り12月中等部3年の総合的な学習の時間、国境教室、高等部2年の総合的な学習の時間3月。 卒業式国分寺キャンパス初等部にはトラックやサッカーコートなどがある。校舎移転前は新日本製鉄の関連施設があった。校舎も新日本製鉄が環境に優しい鉄骨作りエコスクールのコンセプトの下に設計、建設した。駒金校舎長野県駒金市に位置する。宿泊機能を備え、新入生のオリエンテーションや各クラブの合宿に利用される。 2008年に建て替え工事が完成。大阪春記念グラウンド、東京都八王子市南大沢にある。主に公式野球部が練習、試合に使用する。2004年より使用。旧校舎1907年4月から2001年3月まで使用された。旧生早稲田中学校の寄宿舎跡地を受け継いだものであった。現在は早稲田大学の120号館として、 研究開発センター、大学資料センターが置かれているほか、大学の授業に利用される。武蔵関グラウンド、東京都練馬区に所在した。1937年より運動場として使用されたが、1999年に国分寺キャンパスへの移転に伴い閉鎖される。公式野球部員だった頃の大貞春や荒木、大輔らも汗を流した場所であった。戦時中は、 食料増産のために生徒が野菜を栽培していたことがある。現在、グラウンド跡にはマンションが建ち、その近くには、創実グラウンド記念公園が整備されている。1902年に、大政会が、学生総合の親睦を図り知識の交換をなし、体育を奨励し、興奮を発揮することを目的に、発足している。二代目、校長、天野ためゆきが、 大気盤生の母より命名した。以降、体育、文化系を問わずクラブ活動が盛んである。体育系文化系同好会国分寺市が日本の宇宙開発発祥の地であることを伝承するために2005年日本の宇宙開発発祥の地検証会が発足し2006年同好校門前に記念碑が混流された。 糸川秀夫のペンシルロケットの実験から50周年を記念したもので、早稲田実業学校の講友会や、市の観光協会、商工会などが参加。記念碑ペンシルロケットの形をイメージした1.3メートルのもので実験をする糸川教授の姿が刻まれた。除幕式の後に、JAXA の的川康則宇宙教育センター長の講演と、 糸川教授に50年間チェロを教えた、松下修也のチェロコンサートが開催された。タイムカプセルも設置された。2012年、糸川秀夫博士生誕100周年を記念し、教職員らがペンシルロケット超音速実験を行った。早稲田大学継続早稲田実業学校の人物一覧を参照。ありがとうございます。